SG 第32回グランドチャンピオン。今日は2日目の戦いが続いています。予選競争第9レースのメンバーがピットアウトとなりましたが、ピットで遅れました2号艇の菊池康平が早々とコース主張に動いています。回り込んだ2号艇の菊池康平がインコースということになりました。昨日スタートはバッチリ決まっていましたが、足の上積みを目指してここは部品交換を行っています。菊池のインセンということになりました。第9レースはインから2番、1番、3番、4番、5番、6番でスタートしました。第9レース注目スタートでしたが、2号艇の菊池がスタートを決めています。さあ逃げるのは2号艇の菊池、1号艇の今垣が指してその外を3号艇の沖地、内をついてきた5号艇の山口に4番、6番殺到を、先頭は2号艇です、菊池康平。とりあえず回った瞬間の足だけはなんとかなるんですけど、そこから先の足があまり良くないん で、はい、でプロペラでもちょっと反応なかなか来ないんで、まあとりあえずちょっと奇跡的な着順取れてるんですけど、全く着順と足は一致してないんで、今からしのげてるうちに少しでも足を良くしたいなと思ってます。はい、一刻も早く足をとりあえず良くして、頑張りたいと思いますので、明日以降頑張ります。キュレースですね、2枠インコースから逃げ切りました。それではポーズをお願いします。はい、お願いします。